どうもこんばんは。ステイケーションでチルする2日間6回目です。今回はセグウェイに乗ります。11時から水辺のガゼボで90分くつろいだ後にテク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 歩いてアクティビティセンターに行くんですけど、20分ぐらい時間があったので、その横にある風待ちテラスの奥にあるレタールームに来ました。ここにいらっしゃった羊さんみたいな係の方なんですが、ものすごく親切な方でした。これは絶対に皆さんにご案内しないといけない内容かと思います。ここは手紙を書いて投函することができるんですけども、宛てのない手紙、大切な人への手紙、未来への手紙と3種類の投函口があります。宛てのない手紙はここに掲示されると思います。と大切な人への手紙は切手を貼って出してくださいます。で、未来への手紙はいついつ取りに来るというのを書いて、後日自分で取りに来るというシステムです。僕たちは10年後を指定して未来への手紙を書きました。10年後取りに行きたいと思います。いよいよセグウェイです。セグウェイツアーの休憩をしてからの折り返しからの撮影となりました。ここはゴルフ練習場です。間行きます。休憩で、冷たい麦茶とお菓子をいただきました。セグウェイは13時からスタートしました。まずは練習です。まずはセグウェイに乗るんですけど、乗って、静止するのが非常に難しい。ガタ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 って震えます。で、これセグウェイ乗るの無理なんじゃないかなって思ってたんですが、練習していくと皆さん乗れるようになります。倒れる方はまずいないとおっしゃっていました。練習としてはまず乗る、止まる、進む、止まる、カーブをする、でちょっと走る、で坂道を降りる、坂道を登るという練習内容だったかと思います。セグウェイに関して特にお伝えしないといけないことは、インストラクターの方がものすごく楽しい方だった、とてもいい人でした。インストラクターさんが言っていることはイヤホンをつけているのでそこから聞こえますが、こちらの声は聞こえないということでした。シーガイアの従業員の方が整備をされている松林の中を進んでいくセグウェイツアーの様子、どうぞご覧ください。あれ？
Thank you.
れました。去年ラグビーの日本代表がキャンプをしてたからユニフォームがありますね。